はい、ママチワワが育てている植物たちにお水をあげてます。だいたいママチが実家に帰って1週間ぐらい経ったんでね、ちょっとあげとこうと思います。これ実はね、こうあげながら皆さんこの感覚っていうのをですね、解説したいと思いますけど、この1週間ぐらい経って今僕が今やってますけど、これはですね、僕の感覚の今日からのスタートになります。とは言ってもあと3日4日したらね、ママチが帰ってくるからバトンタッチするんですけど、実はよく皆さん土は乾いてからとかいろいろ言うじゃないですか。で、僕たちもですね、欲しい時にあげてくださいということはね、よく言っていますけど、そう、欲しい時にあげるんです。でね、土が乾いてるか乾いていないかなんていうのは実はあまり確認しておりません。これレンタル先でもそうなんですけど、もう感覚の問題なんですよね。で、一番最初に欲しい時と言いましたが、この欲しい時、欲しそうな時っていうのはですね、こうやって自分であげているとなんとなく感覚でわかります。だからまあママチはね、乾いてるかどうか確認したりしているみたいですけど、僕の場合はですね、僕の感覚っていうのがあるんですよ。で、こうやってあげるじゃないですか。じゃあ10日後元気だなとか思うときは、あげたりあげなかったりして、2週間経ってあれ弱ったなと思うときはですね、たっぷりあげてまた10日後とかにですね、あげるというこの感覚がつかめてくるわけですよ。で、これ今ウンベラータ傷んでますよね。こういう場合は今この環境がですね、ウンベラータ合っていないか、お水やりが合っていないかということなんですけど、一つはね、留守にしてたんでお部屋の窓閉め切っていますよね。だから空気が回らないで、ウンベラータ特にそういうの弱いから、ここお部屋の角で、しかも3段目なので、ここにね空気がこもるので、それで弱ったんじゃないかなと思います。こういう場合はね、まず場所を移動させてあげるといいです。でもこのくらいになったらね、もう再生させた方がいいですよね。はい、こんな感じになったらね、まず場所を移してあげて葉っぱの状態を見ます。でね、もうこの状態良くないですよね。こういう場合はお水をしっかりあげた後に葉っぱカットしてあげます。まずはね、傷んでいる葉っぱをカットするわけですけど、もう分かりますよね、僕の場合はハゲ茶瓶です。はい、お家でもね、まあ、こういう窓の近くだったら全然再生はできます。できればね、太陽の再生工場に出してあげた方がいいんですけど、下のこのエンジョイポトスちゃんはね、結構元気にしているんで、この子もね、太陽の再生工場に出しちゃうと丸焦げになっちゃうので、やっぱりこれそれもったいないですよね。これはもう皆さんね、時と場合によりなんですけど、上だけね、寄せ植えの場合はですね、主木が傷んでたら見苦しいので、主木が傷んでた場合はこうやって再生させてあげると、またねこっちもいい感じに伸びてきて、ウンベラータ秋口にはね元気になっていると思うので、こういうやり方、寄せ植えの場合はやってあげるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、どんどん上げていくわけなんですけど、お水の量というのもですね、これも自分の感覚が分かってきます。だからこの感覚をね、つかめば、実は乾いているとか乾いていないとか関係なくですね、植物のこの葉っぱがまず元気な状態か状態じゃないかというのはですね、確認するんですけど、元気な状態です。覚えておくのはですね、元気な状態で自分が、あ、そろそろやりたいなと思った時にあげれば大丈夫になってきます。これはね、なかなか難しいかもしれませんけど、
やっていればなんとなく分かるようになってくると思います。だから何日に1回とか乾いたからとかね、考えなくて済むようになってくるんですよね。何言ってるのか分からないと思う人たちね、いるかもしれませんけど、これ長年やってる人たちはですね、大体分かると思うんです。でテレビとか、まあ、コーヒー飲んでたり、まあ、今日僕は今朝ね洗濯物干したりしてたんですけど、その時にあそろそろ上げなきゃなというこの感覚です。この感覚っていうのはですね、植物をずっと育てていればどんどんね身についていきます。そうするといろんなことを調べたりせずに植物たちをね簡単に元気に、そしてみずみずしく育てることができるようになってくるんです。わかります？だってこれだけたくさんのね植物たち、皆さん一つずつ状態を確認しながらやるって大変じゃないですか。ましてやね、僕たちは仕事先でもねたくさんたくさんあるんで、そういうの全一個一個考えながらやってたらね時間が足りません。なのでね、このお水やりの感覚っていうのは、感覚っていうのは時間のことじゃありませんよ。イメージの方の感覚です。この感覚を掴んでおけば、さほどね、乾いているとか、乾いていないとか、水を欲しがっているとか、欲しがっていないとか、あまり考えず水管理をすることができるようになるんです。そして上手に育てることができる、まあ楽になりますよね。ぜひ皆さんこの感覚身につけてみてください。やってれば結構分かりやすいです。そして簡単です。植物と過ごす時間が長ければ長いほどこの感覚は身についてきます。言葉じゃ表せないものですけど、皆さんぜひ手に入れてみてください。